はい、実践 SNS マーケティングならタクス。どうも代表の北野です。今回はですね、忙しいのに儲からない3つの理由というテーマでお届けをしていきたいというふうに思います。特にこれからね、ビジネスを始めたばかりの事業主の方だったりとか、ある程度会社を経営しているね、経営者の方、社長さんもですね、めちゃめちゃ働いていると、自分は1日10時間働いているなのになかなか儲からないっていう場合にはですね、気をつけるべき3つの理由というか、3つの視点について今日はお届けをしていきたいと思います。まず1個目はですね、サブの仕事に追われてしまい、重要なメインの仕事ができていないというのが結構あったりするわけですよね。じゃあこのサブの仕事って何かっていうと、じゃあメインの仕事って何ぞやって話なんですけど、基本的に社長の仕事っては僕はいつも言ってるよりマーケティングであると、社長の仕事っていうのはマーケティングとであったりとか、社長の仕事は経営戦略を考えるであったりとか、今のいわゆる目の前にある資金をですね、どこにどれぐらい割り振っていくのかとか、どういう人を引っ張ってくるのかとかですね、どういった業務をどこに外注していくのか、任せていくのかとかっていうことを日々考えていくっていうのがすごい重要ですと。に対してですね、サブの仕事っていうのはいわゆるそういう細かい返信の作業だったりとか、クレーム対応だったりとか、もちろん大事ではあるんですけど、そういったいわゆる対象に追われてしまってとか、社内トラブルに追われてしまって、とかね、そういった事務作業に追われてしまってメインの仕事ができていないと、いう場合がありますので、この場合はですね、事務経理とか全部任せてくださいっていう話なんですね。それをやらないと売上は大きくならないです。もちろん僕の場合もですね、年商1億いくまでは僕自身が全部事務経理一人でやったりしてたんで、一応1億ぐらいまでって行くんですけど、それ以上の発展っていうのがね、なかなか望めなくなってしまうので、僕らもね、弊社も創業1年目で1億超えた後はすぐにね、事務経理とか人ガッて入れてやりましたけども、ゆくゆく会社を大きくしていきたいっていう場合もそうだし、あと年商1億まだ行ってないよっていう場合だとしてもね、1億行きたいよっていう時点で、もう人は1人、そういった事務経理総務全部任せられる人を1人入れた方がいいんじゃないかなというふうに思います。必ずしも別に法律とか労務にめっちゃ詳しくなくてもいいんですけど、最低限のその経理とか計算とか、そういった事務手続きができる人ですね。事務関連の処理ができる人っていうのを1人入れると。いうのが、いいんじゃないかと。それをやることによって自分の時間がガッと空くから、そこに人件費を割いても、それ以上の売り上げっていうのが見込めるんですよね。なぜかっていうと、社長は自分の時間を空けることが、会社にとっての売り上げにつながってくることになりますので、その時間でいかにアイデアを思いついて、それを戦略を実行する時間より実務の時間をどんどん取っていかないといけないわけですよね。僕多分結構 YouTube とかでいろいろ実務作業っていうところで言うと、YouTube やったりとか LINE の配信の文章を書いたりとかですね、やっぱやってるわけですよね。そういった情報発信活動とかもやっぱやってるわけです。そこにやっぱ避ける時間、アイデアを思いついてそれして実務に行う、その時間やっぱ最適に確保しないと売り上げってつながらないので、しっかりここのねメインの仕事に、置ける時間を確保できているかというのを確認してみてください。で、二つ目はですね、タスク管理で、ちゃんと優先順位がつけられていないっていうのも結構原因だったりしますね。なので一日のやるべき作業の中で、僕とかであればですね、もう今メモ帳は卒業して大体やっぱ Google カレンダーですかね。で、こういう感じでタスク管理っていうのを設けてますけど、優先順位ってやっぱつけるってすごい重要ですよね。で、基本的に一番めんどくさいけど重要なタスクから先にやるっていうのがすごい重要で、それをもうカレンダーに何時から何時にはもうこの作業をやるっていうふうに書き込んじゃうっていうのはすごい重要ですね。もうカレンダーに書き込んじゃうと、もうその時間来たらそのタスクをやるっていう選択肢がいなくなるので、カレンダーに時間ベースで書き込むと、重要なタスクはカレンダーに時間ベースで書き込む。で、それが終わってからそれ以外の仕事をやるということですね。で、基本的に業務って増えてくると仕事なんて全部終わんなくて当たり前なんですよ。終わんないのが前提です。仕事は終わんないのが前提だから重要な方からやってた方がいいわけですよね。そうそうっていう話です。だから逆に言うと、そこまで極端に完璧主義になる必要はなくて、とりあえず重要なボーリングでいったらセンターピンを倒せるような、そういうセンターピンに当たる重要なタスクだけとりあえずこなしておけば、とりあえず会社は回るし売上は回りますよっていう話ですということですね。で、最後3つ目はですね、これが意外とありがちなのが、常に1日中返信作業に追われている社長とか、常に1日中スマホいじってる社長、これ気をつけた方がよくて、即レス至上主義って昔言葉ありました。もちろんね、大事な会議の連絡とか人とのそういう約束とかはもちろん即レス当たり前なんですけど、それ以外の、なんていうんですかね、会社の生き死にに関わるとか、大きな受注に関わるっていうもの以外のレスポンスに関してはね、は基本的に、もちろん1日以上遅れっていうのは良くないですけども、時間を決めてスマホ見るっていうのはすごい重要なんですよ。時間を決めてスマホ見るね。で、逆に例えば有名な著名人、ホリエモンさんとかですね、農家主のトモヤビチさんとか、めっちゃ返信が早いって業界で言われたりしてますけど、あのステージの人ってなんで返信早いのかっていうと、あのレベルになってくると、もう超大物事業家じゃないですか。もういろいろな事業っていうのを全部周りに振って振りまくってるから、周りにいるスタッフの数が半端ないわけですね。だから自分自身はもうやることがないんですよ。やることがないから、暇なんですよね。暇だから、たまたまスマホ見た時にパパって返してる。でもずっと暇だからそうやってスマホ返したりしながらとかね。あと基本的にスマホで誰かに指示をするっていう仕事しか残れなくなるんですよ。事業家として上がってくるとね。
なので、まあ、その領域に行ったら別にね、即列資本主義でもいいんですけど、皆さんの場合とかって、まあ、これから会社を大きくしていきたいか、売り上げ上げていきたいって場合って、多分、返信作業以外にもやらなきゃいけないことっていっぱいあると思うんですよね。そう。情報発信をしたりとか、最初は事務経理をやったりとか、まずスタッフのマネジメントしたりとか、仕事の引き継ぎも全部自分でやったりとか、最初しないといけないんで、そういう作業とか考えると、やることって膨大なんですよ。だから、そういった段階にいる人ってのは、またホリエモンクラスじゃない場合は、即列至上主義は捨ててくださいと。逆に返信する時間とか、何時か何時かスマホを見るって時間を決めるって話ですね。はい。っていうところぜひ気をつけていただくだけでも、すごいですね、時間に余裕が出てきて、そしてですね、忙しいのに儲からない負のスパイラルに入ることは、減っていくんじゃないかというふうに思います。はい。ということで、少しでもね、今回の動画勉強になったよという方は、ぜひね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、下の概要欄から LINE ドットマッチになっていただくと、最新の SNS 集客と講義もですね、プレゼントしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。それではね、今回の動画は以上になります。最後にご視聴いただき、ありがとうございました。